モンロートリデは、バージニア半島の先端、バージニア州ハンプトンのオールドポイントコンフォートに位置する軍事施設である。ウールトリデと改名されたカルフーントリデと共に、チェサピーク湾とハンプトンローズの港湾への入り口の間の水路を通る外洋航行可能な艦船の接近を見張っている。ハンプトンローズは、エリザベス川、ナンスモンド川及びバージニア州では、 最長のジェームズ川が合流することで形成されている。バージニア植民地の最初期に、クリストファー・ニューポート船長が率いた最初の探検任務の時、この場所は戦略的に防御に適した場所と認められた。1607年5月、チェサピーク湾からジェームズ川を遡ること約25マイルの内地、ジェームズタウンにイギリス人が現在のアメリカ合衆国では、 最初の高級的開拓地を作った。モンロー砦がある陸地は1619年にエリザベスシティ、1634年にエリザベスリバー、軍、1643年には設立されたエリザベスシティ軍の一部となった。300年以上後の1952年、エリザベスシティ軍とモンロー砦の金傍近くのフエボスが小さな、 ハンプトンの独立市と合併することに合意し、ハンプトンローズの七大都市の一つとなった。1609年から、バージニアの初めの2世紀、オールドポイントコンフォートで要塞化が進められてきた。しかし、モンロー砦と呼ばれることになるかなり実態のある、石造りの施設は1834年に、完成された。その主要施設は、アメリカ合衆国大統領。 ジェームズ・モンローにちなんで名付けられた。南北戦争を通じて、バージニア州の大半は南軍に支配されていたが、モンロー取りだけは北軍の手にあった。コントラバンド政策及び後に奴隷解放宣言で元奴隷が解放される歴史的かつ象徴的な場所として著名になった。それから数年間、元アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスが、 基地内の現在法、核博物館となっている地域で収監された。六面型の石造り鳥では、堀で完全に囲まれており、現在でもアメリカ合衆国の陸軍の基地として活動している。この種の鳥出としては、唯一のものとなっている。モンロー鳥出は2011年9月までに閉鎖されることに選ばれた、いくつかの基地の一つである。モンロー鳥出の機能の多くは、 近くのユースティス砦に移されることになっている。ユースティス砦はモンロー砦の初代指揮官で著名な、法兵の専門家、エイブラハム・ユースティス将軍にちなんで名付けられた。役目を終えた後のモンロー砦の利用法については、ハンプトンの地域社会で、いくつかの案が計画されているところである。 法学博物館の展示クリストファー・ニューポート船長の指揮する3隻の船で到着したジョン・スミス船長とバージニア会社の植民者たちは1607年にジェームズ川沿いにイギリス領バージニア植民地のジェームズタウン開拓地を設立した。植民者たちの当初の探検によって海岸を防衛するという目的でオールドポイントコンフォートの地の戦略的重要性を 認識した。彼らは初めに、現在のモンロー砦のうちに、アルジャーノン砦を建設した。ジェームズタウンが最初にそうであったように三角形の柵が設けられたと考えられている。1610年には近くに、ヘンリー砦やチャールズ砦と呼ばれる小さな砦が作られた。アルジャーノン砦り出は1612年に焼けてしまった。1632年に、 オールドポイントコンフォートの砦とだけ呼ばれる小さな砦が建設され、1667年にはハリケーンで破壊された。1728年、この地に常時砦が建設された。その石造りの壁は1749年のハリケーンで破壊されたが、砦内の木造建物は少なくとも1775年まで中屯兵を減らして使われ続けた。 1781年、アメリカ独立戦争のヨークタウン包囲戦で、フランスにシンド諸島艦隊が常時取り出の廃墟の上に砲台を建設した。植民時代を通じて、時と共に砦への駐屯が行われた。米英戦争の後で、アメリカ合衆国は再び、ハンプトンローゼとその内陸の水域を、海からの攻撃に対して守る。 重要性を認識するようになり、1819年に建設が始まった砦は、アメリカ合衆国の中でもかつてない大きな石造り砦となった。サイモン・バーナードが設計した、この砦は内部構造物を完全に取り巻く堀が特徴だった。アメリカ陸軍のまだ若い中尉で義手であった、ロバート・イ、e、ーリーがここに1831年から1834年まで、 中途にし、モンロー砦と対岸のカルフーン砦の仕上げに重要な役割を果たした。カルフーン砦は後に、ウール砦と解明され、ハンプトンローズ入り口の中央、オールドポイントコンフォートとは、航行可能な水路を隔ててリップラップスと呼ばれる人工島の上に建設された。この砦は、ブラックホーク州長を短期間拘束するために使われたことがあった。 1834年に建設が終わると、モンロー砦は、チェサピーク湾のジブラルタルと呼ばれた。この砦には、当時の最も強力な大砲で、射程距離が1マイル以上ある32ポンド砲を、印象的に組み合わせて据え付けることでこの役割を、担った。カルフーン砦と組み合わせることでこの地域に入る、主要水路を十分にカバーできる射程だった。 リップラップスの元ウルトリでは第二次世界大戦後にその役割を得、現在は1957年に完工したハンプトンローズブリッジトンネルのうち7000フィートのトンネル部南入り口となる人工島が南に隣接している。1860年から1861年、バトラー将軍が北軍の前線内に到着した逃亡奴隷は 保護されるという布告を発した後は、奴隷たちが取り出に逃げてきた。この政策はモンロー取り出に、バトラーの作戦本部があったために、フォートモンロードクトリンと呼ばれた。モンロー取り出は、南北戦争で重要な役割を果たした。1860年12月20日、サウスカロライナ州が、アメリカ合衆国から脱退する最初の州になった。 4ヶ月後の1861年4月12日、サウスカロライナ州の軍隊が、チャールストン港のサムター砦に砲火を開いた。5日後、バージニア州は、アメリカ合衆国から脱退する8番目の州となり、新しく結成されたアメリカ連合国に加盟した。エイブラハムリンカーン大統領はすぐにモンロー砦の、守りを強化させ、南軍の手に落ちないようにした。 ここは戦争の期間を通じて北軍が支配し、ここから北軍の海陸共同遠征軍が何度か出発した。サムター要塞の戦いから数週間後、北軍総司令官ウィンフィールド・スコットが、エイブラハム・リンカーン大統領にバージニア州を合衆国の中に戻す作戦を提案した。それは南部州にいる軍隊を攻撃する代わりに、 世界からアメリカ連合国を切り取るというものだった。そのアナコンダ計画は、アメリカ連合国の海岸を封鎖し、砲艦でミシシッピ川流域を支配するというものだった。北軍は海軍との協力により、モンロを取り出から支配地域を両カロライナ州海岸に広げ、リンカーンは4月19日に、サウスカロライナ州からリオグランデ川までの南部海岸封鎖を命令し、 さらに4月27日にはそれをノースカロライナ州やバージニア州まで拡大することを命じた。1859年のハンプトンローズ。中央右寄りの海峡北側がモンロー取りで、南側がスウェルズポイント4月20日、北軍の海軍がノーフォーク海軍造船所を焼いて明け渡し、その過程で旧石の艦船を破壊し、バージニア州海岸地帯における、 国軍最後の拠点として、オールドポイントコンフォートのモンロー砦でのみが残ることになった。南軍は、ノーフォークを占領することで、唯一の主要造船所と数千の銃砲を手に入れたが、そこは一年間しか持たなかった。ノーフォーク周辺の守備隊を指揮した南軍の、ウォルター・グウィン・ジュンは、スウェルズポイントに砲台を建設し、ノーフォークとハンプトンローズ双方を守らせた。 北軍は艦隊をハンプトンローズに派遣して封鎖を強行しようとし、1861年5月18日から19日には、モンロー砦に基地を置く砲艦がスウェルズポイントの南軍砲台と砲火を交わした。このあまり有名ではないスウェルズポイントの戦いは、両軍に対した被害をもたらさなかった。南軍に対する陸軍の作戦もいくつかから発せられており、 中でも1861年6月のビッグベセルの戦いが知られている。1861年5月27日、ベンジャミン・バトラー少将が、その有名なコントラバンドの決断を下したのがモンロー・砦でだった。これによって、北軍の前線内に到着した、逃亡奴隷は束縛の身に戻らなくても良くなった。この命令によって、バージニア州における、 バトラーの作戦本部であるモンロー砦で周辺の北軍前線に逃げてくる奴隷の波が生まれ、そこに到着すれば奴隷が自由になったので、自由の要塞というあだ名もついた。バトラーが指揮していた時のモンロー砦では、飛行船操縦者、ジョン・ラマ運転の指示で動く、軍用気球の基地にもなった。北軍気球司令部は、 大統領の指名したタデウス・エス・シーロー教授のもとに、アーリントンに近いコーコラン取りで発展したが、飛行船操縦隊長としてその地位を張り合っていた。ラマウンテンは、バトラーの信任を得て、気球アトランティック号を使って、空中偵察を行った。ラマウンテンは、実用的な軍事情報となった、空中基地からの報告を、初めて成功させたものとされている。ラマウンテンは、 後に、ローの気球司令部に配属となったが、ローとの内輪もめが続いた後で、軍役から解任された。ローは後にモンロを取りに、正規の軍用気球を割り当てることになった。1862年、モンロー取りで負傷者を回収する様子。フランク・レスリーの新聞、1862年8月16日1862年3月。 ハンプトンローズ海戦がスウェルズポイントを沖で起こった。これは CSS バージニアと USS モニターとの間で初めての装甲艦同士の戦いとなった。結果としては引き分けたが、この戦闘で海戦の姿が変わり、木造戦闘艦の時代は終わった。その春、遅く、モンロートリデを基地とする、 国軍海軍が常駐することで、陸軍ジョージ・マクレラン少将の半島方面作戦を支援するために、ワシントン DC から水路陸軍を運び、妨害されずにモンローを取り出で上陸することが可能となった。マクレランの軍隊はモンロを取り出で編成されて1862年春の間にバージニア半島を遡り、6月1日までに西に約80マイル進んで、 リッチモンドから数マイルの地点に達した。その後の30日間はリッチモンドを包囲した。続いての7日間の戦いではマクレランがリッチモンドからジェームズ川下流に交代し、この方面作戦が終わった。マクレランにとって幸いなことに、この間に北軍はノーフォーク、ハンプトンローズを呼びドルーリーズブラフより下流のジェームズ川を再占領していた。 1864年から1896年、モンロー取の方角に収監されたジェファーソン・デイビスのスケッチ。バイ・アルフレッド・アール・ウォールド・モンロー取のロッドマン砲台。1864年1864年、北軍ベンジャミン・バトラー少将が指揮する、ジェームズ軍がモンロー取で結成された。1864年12月22日、 アメリカ合衆国有色第二期兵隊がモンロー取り出で結成され、同じ日に近くのキャンプハミルトンで第一期兵隊が結成された。1864年から1865年にかけてのピーターズバーグ包囲戦はシティポイントの基地からジェームズ川を使って支援が行われた。モンロー取り出とウル取り出で ハンプトン・ローズを支配し続けることは、アメリカ連合国首都のリッチモンドを落とすための重要な鍵となる、ピーターズバーグを奪取するグラントの作戦を、海軍が支援するための重要な要因になった。ピーターズバーグが落ちると、リッチモンドは1865年4月2日から3日に、かけての夜に明け渡された。その夜、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスと、 その閣僚は、リッチモンドを脱出し、リッチモンドダンビル鉄道を使ってまず、ダンビルに、さらには、ノースカロライナ州に動いた。しかし、味方は敗北し、ロバート・イーリー将軍は、北バージニア軍の残りとともに、翌週アポマトックス・コートハウスで、グラントに降伏した。1865年4月26日、ノースカロライナ州シャーロットで、 アメリカ連合国最後の閣議を開いた後、デイビスは、ジョージア州、アーウィンビルで逮捕され、拘束された。短期間暖房もない開放型捕類に監禁され、その後北軍軍イージョンシークレーブンがデイビスにはもっと人道的待遇が必要だと主張した。ネルソン・マイルズ将軍が、その変更を認め、デイビスをより住み心地の良い宿舎に移した。 デイビスはモンロを取り出に2年間囚われていた。その囚われの間の待遇は死を招くものだったと指摘する歴史家もいる。健康が衰えたデイビスは1867年5月に保釈で解放されたが、それはデイビスが不公平に扱われていると確信するようになったホレス・グリーリーやコーネリアス・バンダービルトのような北部と南部の著名市民が運動した結果だった。 連邦政府は合衆国最高裁判所主席判事のサーモン・ピー・チェイスが憲法上の配慮をしたために刑事告発までには進まなかった。アメリカ合衆国法兵隊のジャーナルはジョン・ウィルソン・ラックマン・チューやその他4人の法兵学校士官によって1892年にモンロー・りリで創刊された。ラックマンはジャーナルの編集者を4年間務め、 その後もいくつかの原稿を掲載した。ウェストポイントの陸軍士官学校のある出版物では、ラックマンの指導と第一級の質の仕事によって、ジャーナルが世界でも上位に位置づけられる雑誌になったことは、明白であると記した。この、ジャーナルは1922年に、海岸砲兵ジャーナル、1948年に、対空ジャーナルと改名された。 時が経つにつれてモンロー取りの武装は新しい技術の進歩を取り入れて改善された。さらにこの取りはハンプトンローズ周辺のいくつかの小施設を支配し、この地域をアメリカ合衆国でも最も防御力の厚い地域の一つにした。1907年にハンプトンローズで開催されたジェームズタウン博覧会はグレートホワイト艦隊など広範な海軍の 艦艦式を取り入れた。1917年からは、スウェルポイントの博覧会会場跡地が、アメリカ海軍の主要基地になった。現在、ノーフォーク海軍基地は、大西洋、地中海及び、インド洋で活動する海軍の支援基地となっている。支援する軍事関係者を含み世界でも、最大の海軍基地となっている。第一次世界大戦と、 第二次世界大戦の間、モンロー取とウール取は警備を行い、ハンプトンローズや内陸にある重要な軍と文民の資源を守ることに成功した。第二次世界大戦までに、モンロー取には3インチ速射砲から20マイル射程の2000ポンド砲弾を打ち出せる16インチ砲まで海岸砲を印象的に並べる本部として機能した。さらに陸軍は、 対戦水艦障害や水中嫌い腹を統括した。しかし、これら莫大な武装は、第二次世界大戦後に長距離爆撃機や航空母艦の開発によって時代遅れになった。モンロー取り出から作戦用武装が取り外された後、今日まで続く任務が与えられた。第二次世界大戦以降、戦争のために兵士を訓練する主要本部として、機能している。 1973年、モンロー取り出は、アメリカ合衆国陸軍陸軍訓練競技コマンドの本部となり、作戦競技の開発に伴い、兵士の徴兵、訓練及び教育を結びつけている。モンロー取り出の昼間人口は、約2096人となっており、1105人の制服組、1991人の文民と契約社員がおり、また、 約814家族が基地内に住んでいる。主要な部隊はアメリカ陸軍訓練競技コマンド司令部である。現役の軍事施設として機能し続けることに加えて、モンロー砦は人気のある歴史史跡にもなってきた。1951年に開館した法閣博物館ではモンロー砦とオールドポイントコンフォートの歴史。 特に南北戦争の期間に重点を置いて展示している。アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスの防湿も見ることができる。また1831年から1834年にロバート・イーリー中尉が使った部屋やエイブラハム・リンカーン大統領が1862年5月に訪問した時の部屋も見ることができる。モンロー・トリーでは 長年シャムロックスポーツフェストマラソンのような多くの運動競技会が行われる場所でもある。モンロー取り出と共にハンプトンローズを守ってきたリップラップスにあるウール取りも観光可能である。ウール取りはハンプトンローズブリッジトンネルの人工島の一つに隣接しており水上からのみアクセス可能になっている。ウール取りとモンロー取りの双方を回る観光は 本土防衛警戒条件の影響を受けることになっている。アメリカ国防総省は2005年5月13日に軍事施設の閉鎖、または再配置を推奨する一覧を公開した。その中にモンロー取り出が入っている。この一覧は2005年9月15日にジョージ・ W ・ブッシュ大統領に承認され、アメリカ合衆国議会に提出された。 議会は45日間の議会開催日中に、その一覧全体を不承認にすることができず、その結果この再配置、または閉鎖推奨案は法律になった。この一覧に載った施設は6年以内に閉鎖しなければ、ならない。モンロートリで再利用計画は2008年8月に、公式に採用され、 w w w f m f a d a c o m でオンラインに閲覧が可能である。これは国防省に認められた公式の地域再開発担当局であるモンロー取出国有地開発担当局のウェブサイトである。モンロー取出国有地開発担当局の任務は陸軍が2011年9月に基地を閉鎖したき残っている資源の最良の利用法を研究し 計画し、推奨することである。モンロー取り出国有地開発担当局は、再配置、または閉鎖推奨法、環境工学、歴史的建築物と保存計画、構造工学、住宅市場分析、商業と小売業の分析、広告マーケティング、及び観光計画の分野における、国定顧問の専門性に依存している。 モンロー取出国有地開発担当局は2007年のバージニア州議会の立法行為で創設された。バージニア州歴史資源局と環境品質局がこの作業に影響する主要な規制機関である。陸軍が基地を閉鎖した時にモンロー取出が占有している土地の大半はバージニア州に返還されるので州が計画の指導的役割を取っている。 その動きには三つの優先順位がある。すなわち、モンロー取り出の公開を続けること、豊富な歴史を重んじること及び経済的、持続可能性を進めることである。モンロー取り出国有地開発担当局は、ハンプトン市、バージニア州上会員及び、 バージニア州知事の閣僚から指名された18人の委員と歴史史跡保存と歴史遺産観光の専門家に名により構成されている。外して過剰な軍事施設はそれぞれの位置する州に戻されている。砦が立地する土地の大半はバージニア州から連邦政府に対応されており、モンローが閉鎖すればバージニア州に返還されるという事実により、 再開発が促進されることになる。バージニア州では、南側の地域にある、ノットウェイ軍のピケットトリデで起こったように、再配置を決めるときに、地方政府が強力に検討を進める伝統がある。基地に、歴史的重要さがあれば、用済みになったトリデは、広いハンプトンローズ地域の中にある、他の多くの歴史史跡とともに、歴史遺産観光の良い候補地になる。 再開発によって基地閉鎖に伴う経済損失を補うことが多くの場合優先される。モンロー砦リは国立歴史史跡であり、堀のあるトリデとオールドポイントコンフォートにある190の歴史的建造物は再利用のための歴史保存計画指針で守られている。例えば歴史あるチェンバレンホテルは陸軍から開発業者にすでに対応されており、 退役者の住居として美しく改装された。アメリカ合衆国国立公演局とモンロー取出国有地開発担当局は共同事業を行う最良の方法を特定するために対話を重ねており、講演局からモンロー取出国有地開発担当局にいくつかの選択肢が提案された。ありがとうございます。